はい、こんにちは。日本改革特津沢です。やすし様、あきちゃん様、ご支援ありがとうございました。何でもご支援いただきまして誠に、恐縮でございます。ありがたく頂戴して政治活動資金させていただきたいと思います。岸田総理、ヨルダンに147億円、エジプトに340億円あげちゃう。これ円借款でも何でもない、ただの無償援助だって。なんかエジプトで観光客減っちゃったから財政支援するんだなんて、あの理屈ついてましたけど、なんでエジプトで観光客減ったら日本が財政支援しなくちゃあんないの。ウクライナの保証人にもなってましたよね、1700億円ばかし。なんでなの。なんかやけくそで、もうすぐ自分が辞めること知ってるようなやけくそ気味じゃないこれ。ばらまいてばらまいて、世論です。またかよ、血税を何だと思ってんだ。岸田いい加減にせえよ。マジ何してんのこいつ。国民に財政支援せえよ。国民に使う金を海外にばらまき続ける異常者。なんでエジプトの観光客が減ったら日本が財政支援するんだ。ばらまきクソメガネ。キングボンビー、ドルが余ってるなら武器買えよ。いい加減にしろ、無能ばらまきメガネ。支援する 理由が意味不明だわ。なんか手当たり次第ばらまいてませんか最近。一体こいつ何やってんのかな。もうすぐ総理を追われるって知ってて、なんかやけくそになってないこれ。ばらまいた何パーセントかキックバックがあるとか、そういうのなんですかね。それとも税金でいい人ぶりたいのが爆発してるだけなの。まあこれでまた支持率下がりますよね。人に嫌われる天才ですわこの人。全くろくでもねえなー。なんでだったら高齢者の医療費2割にしますとかやんなくてもいいんだよな。海外にばらまくのやめたらさ。そりゃ日本はですね、毎年毎年世界中から金が入ってくる国ですけれども、ばらまがなくてもいいだろう。それ金入ってくるのは今までのね、努力の結果で、利子とか、株の配当とか、特許料とか、毎年毎年、世界中から、金が入ってくる国なんですけれども、日本はね、その額も世界一なんですけれども、だからつったってばらまかなくてもいいだろう。滋賀県内の9条の会が高齢化に活動を停止する支部も現れ、若い世代を、オルフする目的で LINE アカウント開設。同会事務局近藤学74歳。九条の会、滋賀ですか。日本九条の会大本の本部の事務局は文都高田健78歳、がやっております。こいつは総掛かりの仕切りと九条の事務局やってますね。近藤学74歳。会見で徴兵制が実現すれば若者が戦地に送られることはウクライナやイスラエル軍で、明らか。ウクライナとガザで明らか。九条の会と気軽につながり、当事者として考えるきっかけになってほしい。なんで明らかなのかさっぱりわかんねえですね。なんで明らかなのか、全然わかんねえ。世論です。パヨの高齢化、何十年も解けない洗脳。高齢左翼から社会を守らないと。若いのは境界知能しか集まらんよ。境界知能っていうのはですね、IQ70 から85までの間を境界知能って言いますね。IQ70 以下だとですね、まあ知的障害っていうことで専門の施設入るんですけど、それを免れるIQ の人を境界知能と言いますね。ウクライナは球場で救えたのか。うるせえ、球場ネギでも食ってますね。今更 LINE 始めたりネットで訴えて若者を騙せると思ってんのかな。気軽につながりとか、言ってるけど自分らだって使いこなせてないんじゃないの。なんか哀れですね。会見で徴兵制が実現すればならないよそんなの。佐藤正久議員、最新兵器同士の戦いになる現代戦では人数より専門家が求められると。だって人数多い方が強かったら
世界一は人民軍ってなっちゃうよね。ところが米軍の方が強いんだから人数じゃないんだな、あの今の現代戦では。あと徴兵にするとですね、あの程度が悪い、やる気のないのがいっぱい入ってきてですね、軍隊の質が落ちると。徴兵やってる国はですね、売られた喧嘩は全部買うスイスとかですね、周囲に敵国しかいないイスラエルとか、いまだに戦時中の韓国とか、朝鮮戦争は終結してません、休戦中なだけであります。なもんで、あの戦争難民っていうことで特別永住資格っていうのがあるんですけれども、早く朝鮮戦争終わしてくんねえかな。したらね、あの戦争難民っていう根拠がなくなって永住資格、特別永住資格もなくなんですけどね。共産党独裁のベトナムとか特殊なとこだけ、嘘つくな嘘を、会見すれば徴兵になるって嘘つくな嘘を、こういう嘘で騙されるバーガな若者でも欲しいのか、いう感じですかね。前から言ってますけど、あの日本改革党というか私の改憲案はですね、スピード重視でとりあえず救助削除であります。閣議でですね、当面の間憲法は7条8条飛んで10条にする、これを閣議決定、これは合法だそうであります。この決定したつらですね、北朝鮮に、拉致被害者返さなければ、平壌を攻撃する、韓国にはですね、竹島周辺海域封鎖するから今のうち出てくる、ロシアにはですね4島とも返す、中国にはですね尖閣に近づくなって通達できますね。そうしましょう、そうしましょう。九条ありきの全文なんですけど、平和を愛する諸国民の公正と信義を信頼して我らの安全と生存を保持しようと決意した。こんなに他人任せのことを言っといて国際社会で名誉ある地位を占めたいと思うってずうずうしすぎない？憲法全文。私あの外国人だったらあぎれるよ、お前ら何ずうずうしいこと言ってんだってね。この部分はおいおい削除か改変するとして、とりあえず9条削除、7条8条次10条で、っていうのが私の会見。拉致被害者の残り時間は無限じゃないんでね。それにしてもあの日本の周辺にはですね、平和を愛する諸国民なんか全くいないですね。中国、韓国、北朝鮮、ロシア、まあ台湾ぐらいかな。これ作られた当時の想定は米国だったんですね。平和を愛する諸国民。日本の防衛はですね、属国にして全部面倒見るつもりだったんですけど、80年代のトレードを貿易戦争、日本語では貿易摩擦とかちょっと緩めて言ってましたけど、トレードウォーだから、英語表記だと、でそんな気なくなっちゃったんですよ。日本の面倒なんか見てられっか、あっちの方が金ありそうなのにってなったんですよ。だから全文も変えなくちゃいけない。その他のニュース、共産党山添拓、世界で一番炭素ガスを出す組織をご存知か、岸田総理…山添、答えは米軍です、ドヤ顔、国会で嘘ついてました。答えは全炭素ガスの実に4割を排出している中国共産党が世界一炭素ガス出してる組織であります。日本が必死にですね排出量半分にするより、中国の経済を妨害してですね 4% 減らした方が総排出量減りますね。しかも建設的だしね。野党万博会場への道は日本しかないけど、自見万博大臣、シャトルバスでピストン輸送、45秒に1本発射、野党無理なんじゃ。これ実現したら想像を絶する光景が見られるみたいですね。安倍派のパーケン裏金作り、二階派もやってました。規模は安倍派と同程度の5年間で1億円超。これも安倍派同様にですね、議員個人の収入として報告せず、どっかに消えた金になってたらアウトですね。自民党全部やってるかもしれないですね。岸田派もやってるかもしれない。岸田派がやってたら尻尾を捕まえてですね、岸田失脚させてくんねえかな。パーケン裏金について岸田総理、大変遺憾、党としての対応を検討、
何もやんなそう。また検討か。自民党パーケン裏金作りについて、かくまる枝野、大疑獄事件になり得る。ネットはですね、お前んとこどうなんだ、どうせブーメランになりそう。冷ややか。自民は嫌いだが、枝野はもっと嫌いっていう人が多いんでしょうかね。日頃の行いって大事だな。立憲元副幹事長、重徳和彦、52歳。50代女性に抱きつき、服に手を入れ、胸を触り、被害届出されちゃいました。被害者女性、国会議員とあろう者が厳しい処置を求めます。地元会合で同席しただけで支持者じゃなかったみたいであります。重徳側、やってない。文春、被害者女性に謝ってる音声あるよん。にちゃーということでですね。まあ、二次会の後、飲み会2件やって、泥酔してたみたいなんですけど、やってしまいましたな。パヨは下半身にだらしがない。なんかカメラマン、戦争カメラマンみたいな人も、じいちゃんなんですけど、やらかしてたよな。下半身にだらしがないのは、もともと幼稚な全能感を持つバカがパヨるから。パヨの全能感たるや、おめえ中二がみたいな、そういう人バカで、だんだんね物事知ってくと、あ、俺なんかまだまだだなってなってくんですけどね。厚労省、医療従事者の賃上げを促進するため保険点数引き上げる方針。世の中全部値上がりしてて、まあ医療費だけ値上がりしないっていうのはあれだからわかりますけど、目論見通り従業員に回んのかな、疑問ですね。病院と医者だけ太って従業員には回んないっていう事態起きないでしょうか。それとは保険料上げそうだから全体の医療費減らすためにですね、過剰な延命措置やめなさい。安楽死を合法にしてちょうだい。医療費膨らんでしょうがねえからさ。米国、炭素ガスを減らすため2050年までに世界の原発を3倍に増やすと。アメリカが原発を3倍に増やしてくれんのかな。それともまあただ掲げた目標ですかね。日本をはじめ22カ国が賛同。そうだそうだ、ガンガン作って、ウランを海水から無限に抽出する技術も確立してますし、もうちょっとで輸入するより安くなんだって。したらですね、日本は無限のエネルギー手に入れられんじゃん。パヨがギャーギャー言ってですね、新しく作るっていうのが無理だったら、今あるの大出力の新型にガンガン建て替えて、老朽化したんで建て替えますってごまかしてね。で、電気代すごく安くしてくんないかな。安い電気代は安保にも役立ちます。安い電気代に惹かれてですね、例えばまあアメリカの自動車会社の工場が日本にたったりなかすと、自動車作るのってすごい電気かかるんだって。たったりなかすとですね、アメリカが必死で守ってくれるようになります。ベンツの工場が日本にできたりすると、ドイツは日本に頭が上がらなくなります。安保にも役立つ安い電気で。琉球新報、オスプレイの機体には放射性物質が使われている。時計の針の蛍光塗料も放射性物質ですね。私この前ですね、放射性物質を注射した2時間後に撮影するっつうですね、骨神知検査受けてきましたけど、放射能ってやつですかね。これが琉球新報の、琉球新報の読者だったらこれで十分なのかな。これでわー大変だーってなるんですかね。わかんないけどさ。というわけで12月9日拉致被害者署名活動をやりますね。29日忘年会ですね。どちらもメルマガ党員様向けの限定イベントであります。お手伝いください。ご応募ください。よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。